1928年、アメリカ合衆国大統領選挙は、共和党候補のハーバート・フーバーと民主党候補のアル・スミスの戦いとなった。共和党は1920年代の公共を味方につけていたの対し、カトリック教徒であるスミスは、反カトリックからの偏見、スミスの反禁酒法の姿勢、及び関わっていたタマニー・ホールの汚職の名残という、 政治的な障害があった。フーバーが、自滑り的勝利をつかんだ。共和党の指名候補者現職のクーリッジ大統領が、出馬しないことを選択し、候補指名争いは、本命のいないものになった。有力候補者は、商務長官のハーバート・フーバー、元入りの一周知事のフランク・ローデン、および上院院内総務のチャールズ・カーティスだった。クーリッジを押す動きもあったが、 意味ある推進力を得るところまではいかなかった。いくつかの予備選ではフーバーが思っていたほど伸びず、行き詰まりになった場合に大統領か副大統領のチャールズ・ドーズが受けるのではないかという思惑もあったが、ローデンが党大会の始まらんとする頃に撤退を表明し、フーバーが指名される道を作った。共和党全国大会は6月12日から15日まで、 ミズーリ州カンザスシティで開催され、候補者選びの結果は次のようになった。フーバーは、その副大統領を候補者選びに干渉することを好まなかったので、党の指導者たちは初めに、ドーズに2期目を渡そうと考えた者もいたが、この情報が漏れると、クーリッジは、彼が憎んでいるドーズに2期目を指名することは彼への侮辱として受け止める、という怒った電報を送った。 そこで、カーティス上院議員にお鉢が回り、カーティスも受け入れたので、全会一致で副大統領候補に指名された。フーバー長官は、党大会が終わってから一週間後の受諾演説で、我々のアメリカは今日、この国の歴史で勝ってなかったほどの貧窮に対する、最終的な勝利を得ようとしている。間もなく神の助けによって貧窮がこの世で禁じられる、日を見ることだろう。 といった。民主党の指名候補者、ティーポットド,ドーム事件の記憶が薄れ、当時の経済的繁栄の中で、この年の大統領候補者選びは大騒ぎする価値がなかったので、ウィリアム・マカデューのような主要民主党指導者の大半は、模様を眺めに安住していた。そうではなかったのが、過去2回指名候補になっていたニューヨーク州知事、アル・スミスだった。党のボスたちは、 あらゆる目論みや目的にも、また空虚な栄誉にもスミスがやろうということにかける方が安全だと考えた。1928年の民主党全国大会は6月26日から28日にテキサス州ヒューストンで開催され、スミスが第一回目の投票で大統領候補に指名された。指導層はスミスとは多くの点で、 政治的対局にあるアーカンソー州のジョセフ・ティー・ロビンソン上院議員を副大統領候補に指名する要大議員たちに求めロビンソンが副大統領候補に指名された。スミスは主要政党から大統領候補に指名されたものとして最初のローマカトリック教徒でありその心境が選挙運動で問題とされた。多くのプロテスタントはスミスが 国の政策を決めるときに、ローマの教会指導者からの注文を受け入れるのではないかと恐れた。禁止党の党大会は7月10日から12日にシカゴで開催された。スミスは公然と禁酒法に対する反対を言っていたわけではなかったが、アルコールに対する戦いでは軟弱と見るものが多かった。禁止党の党員の中には、党の候補者が、 とても選挙には勝てないと考え、またもしその候補者が得た票によってスミスが勝つようなことは望まなかったので、フーバー支持を表明することを発する者もいた。それでも候補者選びの投票の結果、ウィリアム F ・バーニーが68票対45票で大統領候補に指名された。カリフォルニア州の候補者名簿にはフーバーが禁止党候補者として載っていた。 指導者だった友人ィ・デブスは1926年に死去し、新たな党の顔を必要とした社会党は長老派の牧師で産業民主連盟の共同議長だったノーマン・トーマスを候補者として指名した。その後5度の大統領選でトーマスは社会党の候補として指名され続けている。主要候補の二人ともに実際に活動的に国中を 選挙運動で回り、ラジオの宣伝や音声付けニュース映画という新しい道具も導入した。1928年秋の選挙運動は、近代的大統領選挙の走りとも考えられている。投票は1928年11月6日に行われた。共和党候補者、ハーバート・フーバーは、クーリッジの任期中にあった、経済繁栄を継続するという公約で、 選挙で対勝した。スミスは伝統的に民主党が強い南部諸州とニューイングランドの2州を制しただけだった。フーバーはスミスの出身州であるニューヨーク州でも僅差で勝利した。スミスがカトリック教徒であること、反禁止法の立場にあること、並びにたまにイホールとつながりがあることは南部でも、 傷となり、レコンストラクション以来初めていくつかの南部州が共和党に流れた。しかし、少なからぬアフリカ系アメリカ人の人口がある南部州で、フーバーを人種差別撤廃あるいは少なくとも人種差別を続けることには関わらない存在という認識があって、これらが有利に働いた。選挙期間中、ミシシッピ州選出の上院議員、セオドア・ビルボは、 フーバーが共和党全国委員会の黒人会員と会ってダンスを踊ったと主張した。スミスの宗教問題はニューイングランドの移民には受け入れられ、このことで伝統的に共和党が強いマサチューセッツ州とロードアイランド州で僅差ながら勝利した理由となった。スミスはこの選挙でもう一つ特徴あることを残した。民主党が 全国の人口の多い都市12を含め、大都市の大半を初めて制したことであり、大きな流れの変化を警告するものとなった。青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。得票率差1%未満、ロードアイランド州0.61%得票率差5%未満。 マッサチューセッツ州、1.09%ニューヨーク州、2.35%アラバマ州、2.84%テキサス州、3.67%、得票率差5%以上10%未満、ユタ州、7.72%テネシー州、7.72%バージニア州、8.01%コネチカト州、8.06%ウィスコンシン州、 9.24%、ノースカロライナ州、9.87%。ありがとうございます。